よろしくお願いいたします。夜空と申します。ちょっと前の動画になるんですけれども、私、このフォレスター君に、スバル純正チェーンをつけようとして、失敗したんですけれども、その後何度か、チャレンジをいたしまして、無事、装着に成功いたしました。そうですね、毎回毎回動画、最初は撮ってたんですけど、何度やってもうまくいかないので、もうそのうち、かなり、いい加減な格好で頑張るようになりまして、最終的につけられましたので、もう、お写真をですね、で紹介する形になっちゃうかと思うんですけれども、とりあえずつけることができました、というご報告になります。ポイントといたしましては、このチェーンの輪っかなんですけれども、合計6つ、おそらく片側チェーン2本ありますので、3つずつ予備があったのですね。で、そのギューギューギューってどこまでやっても、足りなくて、もう見た目2つつければ届くなっていう状態で長らくいたものですから、もう二つこの輪っかをですね、くっつけて伸ばして装着いたしました。その分ちょっと長くなっちゃったというところで、本当にそれで正しいのか。いや、これはそんな増やして伸ばしちゃいけないよっていう、もしことをご存知の方がいらっしゃったら教えていただきたいんですけれども、とりあえず、チェーンの装着に輪っかを増やすことで、成功いたしましたというご報告になります。これで、例の雪道にチャレンジするかもしれません。しないかもしれません。スバル純正チェーンを購入したわけなんですけれども、やっぱり来シーズンとか将来的には、スタッドレスタイヤをちゃんと用意すべきかなというふうに思うように、その心境の変化が私の中でございます。それはですね、実は雪のことを考えてというわけではありません。もう雪が降ったらば、私は、雪の東北道は、その東北の方にご迷惑にならないようにスタッドレスタイヤで、もし運転せざるを得ないような状況になったらなんですけれども、慎重に運転したいと思うんですが、関東で雪が降ったら、もう、あらゆる手段を使って、車は運転しないつもりです。ただ、それでも、スタッドレスタイヤの魅力といいますか、こんなシーンで命を守ってくれるかもしれない、車くんを守ってくれるかもしれないと考えておりますのは、凍結路ですね。特に、多分スバル車は、外気温が3度になると、路面凍結注意のマークが出てまいります。私の父から口を酸っぱくして言われているんですけれども、氷点下にならなくても、特に橋の上ですね、などでは、ちょっとした水たまりが、本当に3度、氷点下ではない3度ぐらいでも、こう薄く氷が張っている時があると。そこで、つるんと滑ってしまう。このつるんと滑、そういう小さい水たまりが凍ったようなものに対応できるのは、スタッドレスタイヤだけであると聞いておりますので、ちょっと真面目に検討したいと思っております。あとですね、実は、私、前の車の時に、ベクター4シーズン、2年間くらい、使っておりました。今までそんなお話したことないかもしれないんですけれども、その印象なんですけれども、まっすぐ走っているときには全然滑らないな。ただ、曲がるときには滑るな。実際ベクター4シーズンってタイヤを見ると、この真ん中に1本スタッドレスタイヤっぽいような線が走っているように見えなくもないのです。
私別にそのタイヤを見て、その種類とか性能がわかるわけじゃないんですけれども、その見た目の感じと実際2年間ぐらい、ベクター4シーズンを使っていた経験から、まっすぐ橋の上の小さな氷を踏んでしまった場合は、結構大丈夫なのかもしれません。でも、それがカーブでハンドル切ってる、いたりすると、多分スタッドレスタイヤとの差は歴然としていると思います。こちらは個人の感想、経験でしかございませんので、鵜呑みにはなさいませんよう、お願い申し上げます。今回は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。またのお越しをお待ち申し上げております。